羽生結弦の春よ恋がイタリアメディアを魅了。芸術家が極上のステップを披露。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。20日に閉幕した北京五輪。フィギュアスケート男子シングルで4位となった羽生結弦、オナは大会最終日のエキシビションで春よ恋を熱演した。各国のファンを魅了していたが、イタリアメディアは感動的な舞で主役になったと絶賛している。北京五輪最終日のエキシビションで熱演を披露。20日に閉幕した北京五輪。フィギュアスケート男子シングルで4位となった羽生結弦、オナは大会最終日のエキシビションで春よ恋を熱演した。各国のファンを魅了していたが、イタリアメディアは感動的な舞で主役になったと絶賛している。五輪最終日を盛り上げた羽生のエキシビションに注目したのは、イタリアメディア OA スポルトだった。ゆずる羽生は2022年北京五輪のエキシビションで感動的。極上のパフォーマンスをもう一度味わおう、と見出しを打って演技について伝えた。3連覇のかかった五輪では、10日のフリーで4回転アクセルに挑戦。惜しくも成功はならなかったが、アイス公認大会で初めてジャンプとして認定された。エキシビションでは3回転アクセルを華麗に決めるなど、世界中のフィギュアファンを魅了した。記事では、そして彼がいる。どんな物事も正しく修正してしまう男だ。ゆずる羽生は五輪のエキシビションで感動的なパフォーマンスで主役になった。アリーナに居合わせた観衆と世界中のファン、どちらも完璧に高揚させたのだ、と別格の存在感を称賛した。こと次元の美しさをひかみで漂わせた羽生を異星人と評し、細部まで研鑽を重ね、高度に洗練されたコレオでひかみに凄まじいまでの才能をすべて注ぎ込んだのだ。すべてを凌駕するものだった、と評価。芸術の国のメディアは、羽生を手放しで称賛していた。そして、滑らかさ、柔らかさ、強度、芸術性、そして、詩的。ただただ譲る羽生という芸術家は、極上のステップと、いつも通り、かなりの高さを誇る3回転アクセルを披露した。史上最高よ。永遠に、と最敬礼で締めくくっていた。ザ・アンサー編集部。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平昌オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。